あのままではヤマトが男の尊厳を破壊されてしまう。助けようよ。そうしないと根に持ちそうだし。意義なし。俺様の力がようやく発揮されるな。何よりあそこまで言われて黙ってられないぜ。男を見せてやろうぜ。おうよ、俺様を使いこなしてくれ、キャップ。よし、作戦はこうだ。まずガクトがおとりになる。いきなりヘビーな要求だな。いいぜ、俺様しかできない役なんだろう。ああ、お前の踏ん張りにかかっているぜ。勝利条件はヤマトの救出、それを忘れるな。さて、ヤマトをどういじくってやろうか。死んだ都、一番よりもらい受ける。そうきたか。私は生還しよう。それで4対4。助けに来たのね。こしゃくな。侵入者を迎え撃つ。男子の挑戦だ。部屋に気配が増えた。なるほど、煙に乗じるか。姿は隠せても気は隠せない。そこだ。ちょーいって、正確に肝臓を狙って。手応えあり。まだ倒れない。もう一撃。ガー、気配が一つ部屋から遠ざかる。こっちもかすかな気配。暗闇に仕掛ける。手応えあり。仕掛けて子孫じなし。というか弱い。窓を全開にしてます。間もなく煙が晴れるかと。素早い判断だ。やるな。私が仕留めたのはモロか。えいえい。こちらにはキャップさんが倒れてますね。こっちはガクトだった。声で分かったな。ってことはやはり逃げたのはヤマトか。追撃は私に任せて。逃がさない。まさしく猟犬だな。任せたぞ。衝撃を耐えるとは、敵ながら見事でガクト。というか、なぜに敵なのだ。私からヤマトを奪う、その行為だけで敵だよ。和気あいあいと囲んでいたつもりだが。男の子はプライド高いから。見たに肝心のヤマトは猟犬が捕まえると思うけど、標的は頭が働くから騙されるかも。行くか。倒れている皆さんどうしましょう。墓地で。はい。おしまいだよ。って、あれ？じゃーん！逃げてるのは俺でした。捕まえたか？倒れていたはずのキャップがなぜ。背や体格が似てて、バンダナって目立ちやすいアイテムが助かったぜ。すり替わっていたのさ。どういうこと？わからないのか、犬。
ましょう。簡単なこと。直江大和がまさか忍びの技を使うとは。いや、全然違うから。部屋で倒れてたのが大和。ガクトがいいおとりをしてくれたおかげだぜ。じゃ、部屋に戻らないと。相手は大和。おそらくはもう。荒の多い作戦だ。私だったら気配を間違えない。まだまだそうは見えないな。まあでも、そういう生きがいい射程だからこそ面白い。まゆまゆへのトークが面白かったぞ。あれれ、バンダナしてるけど、この人もしかして。うん、もしかしなくても。あの、大和さん。やっぱり。でも、その皆さんが。ユニークな新人が2人も加入したし、これから先もっと面白くなるといいな。それはそれで面白い。ずっとか。そうだな。うん。朝だよ。
よ。春なので攻めてみた。続けたい。惜しい。自意識過剰だよ。ねえ、今日私大人っぽい下着履いてるけど見る？ヤマトだけだよ。ヤマトにならどんなにエッチにもなれるよ。私の体、何してもいいよ。ヤマトに言われたこと、ぜ。Yeah.